皆さんこんにちは、ゆなです。今日はですね、よく皆さんに聞かれるんですけど、どうしてそんなに日本語、英語、中国語全部流暢に喋れるんですかっていうのについてちょっとお話ししていこうかなと思います。皆さんね、ご存知の通り、私は日本生まれハワイ育ちの中国人なので、日本語、英語、中国語全部ね、割とベラベラに喋れます。日本語と中国語は多分私の中でネイティブレベルで喋れてて、英語が全然ビジネスで喋るに問題ないけど、どっちかって言ったら喋りたくはないなって思ってるのが本音だから、ペラペラだけどネイティブではないっていう風に自分の中では思ってるんですね。じゃあ今日は本当に私の個人的な話になっちゃうし、結構自慢に聞こえるような感じになってしまうのかな、そういうつもりはないんですけど、そういう自分の言葉のヒストリーについて今日はお話ししていこうかなと思います。どうなんだろう、こういう動画って需要あるのかな。なんか質問で聞かれるから、じゃあ一回そういうの話してみようかなって思うんですけど、反響良かったらもっと自分のこういう話も皆さんにシェアしていこうと思います。それでは早速話していこうと思います。イエイ。ですね、私日本語がね、最初に喋れるようになったわけなんですけど、それはもうね、日本で生まれてるからっていう理由で、そんな何の秘密にひねりもないんですけど、中国に行って、元からね、6歳の日本語なんてもうそんなもんじゃないですか。低くなるっていうか、元のベースももちろん低かったんですけど、低くはなりました。そんな日本語も喋れなくなってたし、発音とかも多分変だったんだろうなって思いますね。その時中国語がメインだったし、家族みんな中国人だったんで、家で妹とおままごとする時は日本語使ってたとか、お父さんが日本でビジネスをやってたので、その時にこう中国に帰ってくる時にめちゃくちゃこう日本の漫画とかを持って帰ってきてくれてたから、漫画とかすごく読んでて、そこで書き方とか読み方とかをそこで学びました。私はだから漫画でした。なんかよくね、質問でじゃあ媒体、その言葉を覚える媒体として、じゃあ映画に字幕がついてたらいいのかとか、そういう質問もいただくんですけど、別に多分媒体はそんな大事じゃないと思うんですね。私は本当にその日本語の読み書きは漫画から覚えたって言っても過言ではないので、むしろ他に覚える手段がなかったから多分漫画から来てるんだけど、で別にね、それでも勉強になるんだったら、全然私はどの媒体でもどういう形でも、じゃあ結局自分のその結果として、じゃあその言葉を本当に勉強するにあたって役に立つかどうかっていう風に判断していくのが一番大事なんじゃないかなと思います。アメリカに来て、もちろん英語も喋んないと生活ができないっていう状況だったので、英語もすごく勉強しましたね。英語はなんかね、私は英語勉強するときは、おばあちゃんかなが SAT っていうアメリカの、受験教材っていうのかな、受験用の教材をやらされてたんですね。でもちろんだって英語喋れないのに受験用の教材なんてできるわけなくて、だからその一問解くのにもすごく時間かかってたんですけど、30分やったらお菓子1個あげるよっていうのにつられて毎日勉強してました。すごい単純だったんで、それで半年経ってなんか急に先生の言ってることが全部わかるようになって、あ、こういうこと言ってんだみたいな、である程度意思疎通とかもできるようになったのが、その時期なんじゃないかなと思います。ただやっぱりその自分のこれちょっと自慢になっちゃうのかなって思うんですけど、多分私言語の才能がある方だと思ってるんですね。その英語も当時私が中学行った時は周りがすごく中国人が多い環境だったので、みんな本当に来て1年2年ぐらいの、中国人の子供っていう子がほとんどだったんだけど、その中でも多分ダントツ上手かったのが私だったんですね。英語はね、英語が私が多分その中ではダントツ上手かったから、多分私は言語系の才能はある方なんだっていう風に思いますね。私の場合その時が結構中国人全盛期だったっていうのもあって、言語と文化ってめちゃくちゃ強いつながりがあると思ってるんですね。私が今こうして日本語で発信してるっていうのも、一番自分が文化的には日本人に近いからっていう理由で日本語で発信してるんですけれども、そもそも私中国に行った4年間は結構いじめられてた期間の方が長かったんですね。中国って結構当時はね、その出生地が自分の人種を決めるみたいな、そのなんか考え方の人が多くって、私の周りではね。それで私は中国人なんだけど日本で生まれてたし、最初は中国語も喋れないっていう理由で結構いじめとかにもあってたんですね。だからそれもあって、私はあんまり中国人に染まらなかったんですよね。だって別にその中国人の子たちが私のことを中国人だって思わなかったら、自分でも中国人って思うすべってなくないですか。無理じゃん、そんなんだって、お前中国人じゃねえよみたいな、日本人だって言われたら、私だってそんな自分のことをいじめてくる人たちの仲間に入れさせてって思わないし、だから中国人としてのその文化的な性格とかもそうなんだけど、そういうのが自分の中に生まれるのにすごく時間がかかったんじゃないかなと思います。
ますね。で中学行った時も私、まあ、中国人が周りにすごく多い学校だったんで、もうほんと地域的なやつ、私片親なんで、アメリカに来た時は、まあ、お母さん一人だったんですね。お母さん一人で、まあ、お金もなかったから、まあ、言っちゃえばそのハワイであんまりそのお金が持ってない地域に住んでて、まあ、チャイナタウンとかカリヒとかっていう、まあ、知ってる人は知ってると思うんですけどっていう地域に住んで、なので、まあ、その同じ地域に住んでる、まあ、同じような教育の中国人のがすごい多い学校に行ったんですね。まあ、そこでなんか中国語を本当に英語よりも使う日々が続いて、結構その時は多分中国人、めっちゃ中国人だったと思うんですね。文化的にも考え方的にも喋り方とかもすごく中国人だったと思うんだけど、高校に入った時に私の今ね YouTube とかでもよく出てくれてるひなこっていう親友に私は出会ったんです。まあ、出会い方が隣の席だったっていうだけで、私名字が K スタートで、でひなこの名字が H だったので、多分それであの隣の席になったんだよね。アルファベット順で座るってなって隣の席になって、そこで自分以外にその日本語を喋れる人をハワイで知り合ったのが、それがすっごい多分久しぶりだったんですよね。で、まあ、もちろん席も隣同士だし、ひなこはアメリカに来たばっかで英語も喋れない状態だったからすぐ仲良くなったんですね。でもその時にひなこってね、すごいふわふわしてそうとか、すごいその穏やか美人だっけなっていう風にコメントで書いてくださった方いたんですけど、結構ねストレートな子なんですよ。で私が一回なんか授業中でなんか字書いてて日本語で、そしたらひなこに言われたのが、ゆなの字ってミミズみたいだよねって言われて、って思って、ミミズみたいってさ、めっちゃ失礼よね。まあ、それ言ってくれたから今はこういう風に字もちゃんと書けるようになったんですけど、すごい悔しくて、お前ミミズはなんだって思って、絶対見返してやるって思って、めっちゃ授業もそっちのけて漢字の練習を一人で勝手にしてたんですね。そしたら上手くなって、でもその後ひなこに、ゆなってさラ行の発音が中国人みたいだよね、ラララみたいなっていう風に言われて、みたいになったんですよ。でもすごいショックで、自分は日本語喋れてたつもりだったんだけど、ネイティブの本当に日本から来たばっかの日本人からしたらそういう風に映らないんだって思ったのがすごくショックで、それで家帰ってなんか歌とかよく日本語の曲聴いてたから、それを聴きながらそのラ行の発音がある曲はすごい巻き返して、じゃあどう自分の発音とその歌ってる人のラ行の発音が違うのかっていうのを研究して、めっちゃ自分に矯正しました。それでひなこに半年後ぐらいに、そういえばユナのラ行良くなったよねって言われて、すごい心の中でもガッツポーズよっしゃーって思って、なんか認められたってのがすごく嬉しかったんですよね。なんか私の中でもう高校生の時はすごい変なプライドがあって、文化的な自分はずっと日本人だと思ってたんだけど、中国人に受け入れてくれなかったから、じゃあ自分に残ってるのは日本人としてのルーツだって思ってたんだけど、でもじゃあ実際日本から来た日本人からしたら、そんなことないみたいな、あんたすごい中国人よって言われたのが、当時はすごくアイデンティティクライシスっていうのかな、ハーフの子がなりがちなんだけど、自分は結局何人だって悩むなんか症候群みたいな感じだったんだけど、私はすごい実際は中国人なんだけど、境遇はすごい似てたから、まあ、ハーフの子と同じようにそのアイデンティティクライシスってやつにすごい陥ってたわけなんですね。で自分に残されてたのは日本人しかないって思ってたのに、自分はその日本から来た日本人の子にも、じゃああなたは違うよっていう風に言われたから、じゃあ私が努力しなきゃいけないなっていうのはすごく思ったんですね。まあ、その変なプライドっていうのは、まあ、じゃあ例えば本当にその日本人の子って、じゃあわざわざ日本語勉強しなくても日本人だから、別にそのなんか You don't have to fight for it みたいな、なんて言うんだろうなって思って、だからなんかじゃあ私がここでじゃあ頑張って日本語を勉強することによって、自分は日本人じゃない、まあ、偽物だっていうことを改めて思い知るんじゃないかっていうのはすごくあったんですね、葛藤として。でもだって偽物なんだもん、私は日本人じゃないし中国人だし、まあ、でも中国人にも受け入れられなかった中国人だから、じゃあ自分が2倍も3倍も努力して両方に認められるためには、じゃあ日本語も普通に本当に日本人と同じぐらい喋れなきゃ日本人として認めてくれないし、じゃあ逆に中国人もいつまで経ってもじゃあお前ら受け入れてくれなかったからもうやだみたいな、こうわがまま言うんじゃなくて、じゃあどういう風に自分の中のその中国人っていう部分を受け入れていって、中国人の子たちとこれから例えば仲良くしていって、その文化を好きになるっていうのはやっぱり自分が努力しなきゃいけないなっていう風にすごく思ったんですね。だから日本語もその自分ですごい発音の勉強したりとか、中国語も結局はまあすごい今の仲良い本当に親友の子たちで、中国人の子たちが2人いるんだけど、そういう子たちと一緒にいて、あ中国ってこういうところいいなみたいな、大人になってすごく気づくことができて、だからその好きっていう気持ちが結局言葉を習得するとか文化を習得するにあたってすごく大事なんだと思う。私は結果的には日本も中国も両方好きに
になれたし、両方のルーツを持ってる自分を受け入れたいっていう風に思ったから、両方多分今みたいに喋れるようになったんじゃないかなと思います。言語で私大事なのは環境関心と自分の努力だと思ってて、環境っていうのはじゃあ例えばその日本に住んでてアメリカ人がいなくて中国人もいなくて日本語しか喋れる環境じゃなかったら絶対今みたいにうまくはなってないと思うんですね。だからハワイに住めたことはすごくラッキーだなって思って、周りに日本人も中国人もアメリカ人もいるから練習の場にはすごく困らないなって思うのが、すごい良かったなっていう思う部分で、あとやっぱ関心っていうのすごく大事で、じゃあ自分が例えばそういう風にルーツのことで悩んでなかったら、もうその場で例えば中国人が多い時は中国語がうまく喋れてたりとか、アメリカ人がすごい周りに多かった時期は英語がうまく喋れてて、なんていうの、考えたりしなかったと思う。じゃあこういうことによってこういう風に見られるとか、その人種の仲間に入りたいから、じゃあ自分はもっとそういうのをちゃんと喋れるようになろうとか、そういう意識はなかったと思うんですね。あとはまあ努力はもちろんこれはすごく大事だと思います。私は今でもその言葉のメンテナンスといって、自分が今みたいに日本語英語中国語を喋れるっていうのは、もう24なんでね、仕事でもすごく役に立つスキルだと思うので、絶対これは忘れちゃいけないし、どれも高いレベルでキープしていかなきゃいけないなって思うので、よくするのはね、新聞をよく全部の言語で読んだりとかで、私いつかその言葉を覚えるためにすごく大事なことみたいな動画を出した時も言ってたんですけど、その口の筋肉を鍛えるっていうのは絶対マストだと思うので、読むだけじゃなくて実際音読すること。昨日は私なんだけど、最近中国語をあんまり喋ってないから、中国語の新聞を音読してました。あとは私は独り言がすごく多いです。独り言を、例えばじゃあ最近、本当に新聞と同じで最近中国語喋ってないなって思ったら、中国語でめっちゃ独り言言ったりとか、結局だって別にいいじゃん、そんなんだって3つも喋れんだから、メンテナンスする必要って絶対あるんですよ。絶対あるから、じゃあ独り言をいっぱい喋ったりとか、変な人だなっていう風によく思われるし、職場の上司にもちょっと気持ち悪がられたことあるんですけど、なんでそんな独り言すんのみたいな癖になっちゃって、どこでも独り言するようになっちゃって、そうすると不審者だから、なんかみんなは気をつけた方がいいと思うんですけど、私はそういうの気にしてないから、どこにいても独り言めっちゃするし、なんかそういう積み重ねで振り返ってみたら、あれ私日本語中国英語全部ベラベラに喋れるやんみたいな風になりましたね。多分私はなんか昔から結構引っ込み思案な性格だったんですね。今こういう風に YouTube とかやってるんですけど、すごい引っ込み思案な性格で、みんなと違うっていうのが私は一番多分怖かったのかなって思う。だから中国行った時もその中国人って思われたいから、やっぱ中国のことは好きになれなかったけど、合わせる努力はすごくしたと思うし、日本人にも、じゃあ私は日本で生まれてるし、日本のルーツも間違いなく自分の心にはね、血とかは流れてないと思うんだけど、心には絶対その日本人としてのルーツがあるから、仲間外れにされたくない、みんなと同じがいいっていう気持ちで、すごく日本語もじゃあみんなと一緒にいても違和感がないぐらい、むしろその中でもてっぺん取ったろうみたいな勢いで日本語も勉強したし、英語は逆に、じゃそのさっきも私言ったんだけど、関心がないとやっぱり言葉って伸びなくて、英語は逆にその認められたいとか、英語の例えばカルチャーとかにそれ私が馴染みたいっていう気持ちがあんまり多分なくて、私の葛藤ってあくまでも日本人か中国人かっていう葛藤はすごくしてたけど、自分はアメリカ人の一員になりたいって思ったことは正直あんまりなくて、なので英語は日本語と中国語と比べるとそこまで伸びなかったなって。でも全然喋れるんで、喋ってる動画もいくつか出したことあるからみんなわかると思うんだけど、英語も全然もう本当に普通に友達と喋るもよし、仕事で話すもよしっていうぐらいには喋れるかなっていう感じです。なんだろう、こういう動画ってなんか需要あるのかな。すごいなんかどうだろう、なんか賃貸券みたいな感じですよね、どっちかっていうと。もし反響が良かったら、またこういうなんか私の人生であったなんか面白い話とかもしていこうかなと思います。いくつかねまだあるんで、なんか共感していただけたらなとか、それで少しでもなんかヒントを見つけれたらなとかと思います。皆さん本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。